はい、皆さんこんにちは。今回もスプラックスのプレイングサッカーのシャッフル、世界中の選手をランダムに選抜してたった一つだけのチームを作る。どんなチームができるか完全に運次第というね、そういうモードになっております。はい、おお、日本人多いですね。原口元気とで香川真司がいて、誰ですかこれ、韓国の。はい、でラキティッチがいますね。はい、ミラかな。ガリーネデル。またガリーネデル。しょっちゅう会いますね、この人。シャッフル向きの選手なのか。はい。で、清武吉田麻也と。まあ、使うならここですね。はい。ああ、そうか。サイドも外したいな、これ。まあ、清武入れといて。吉田麻也入れて。もう一人誰かを足さないといけない。はい。でですね、ウィングはいなくなっちゃったんですけど、原口、香川ウィングできるか。あ、違うな。そしたら攻撃的な選手がいないな。はい、もうこれは苦渋の選択になりそうな。香川ストライカー、原口元気もストライカーで、またね、サイドをね、一人絞り出さないといけないですね。まあね、こういうね、苦しい時があるのも、このね、はい、シャッフルの面白いところと。はい、ガリーネデルを万能選手ですね。で、吉田はここに昇格と。で、キーパーの位、ああ、強いですね、これ。ディフェンス面ではかなり期待できるそうですが。はい、で、どうしようかな。ラキティッチをね、ここにやって、ちょっと全部変化をつけるか。はい、これでいきたいと思います。いきなりですが。またセンターフォワードいないパターン、失敗がね、もう見えているような、いないような。まあ、ただ、原口ドリブル一応できるから。はい、ラキティッチをね、トップ下、ど真ん中に配置して、まあ、長谷部とか吉田いますね。で、清武をウィングっぽくやって、まあ、原内香川ですね、なんといっても。で、ガリネでちょっとね、ウィング向きじゃない選手を、はい、使います。うん。相手はスペインと、強豪ですね。スペインはパスが上手いですね、何よりも。はい。ただ、そこまでじゃない気がするのは気のせいじゃないね、はい。ちょっとね、集中変えてました。でも今、ストライカー、2人とウィングがね、一気に最終ラインに突っ込んできたんで、そこがいい動きでしたね、本当に。はい、原口のディフェンスです。いや、これいいな、悪くないですね。はい、ブスケッツだけ本当に要注意と。はい、ラキティッチのシュートですね。スペインね、ディフェンス硬いです。ブスケッツがいて、アンカーにいて、ピケとね、セルヒオ・ラモスと、まあ、脅威のディフェンダー陣ですが、サイドも硬いですね。カルバハルがいます。はい、原口から、はい、ちょっとね、組み立てはうまくいってる。おーうわ、入っちゃった。原口のシュート今のはすごいですね。はい、こっちもね、スペイン的なフォーメーションではあるんですね。元祖ゼロバックはスペインですからね。あ、スペインじゃないか。あ、スペインか。はい、まあ、パス回しのチームといえばスペインですね。こっちもセンターフォワードいないんでね、配置しないんで。同じ者同士のあたりかもしれない。うん。はい、ラキティッチのいいシュートがありました。今ね、スペースなかったんですが、非常に強いシュート入りましたね。はい、形は作れてます。うん。うわー、早い。操作する暇がない。はい、もうほとんど1点ですね、今の。非常にね、控えめに配置した割には、香川と原口がガンガン効いてくれてますね。はい、ラモスのとこだけ要注意ですね、本当に。はい、今のね、非常にいいシュートでしたね。なるほどね。やばい。うん。サイド使いますか。で、中央に放り込んで。はい、ブスケッツの裏を取りましたね。いやー、そうか、ピケかいな。強いな。はい、ピケね、今、サイドに釣られてたんで、原口が不利になったと。2-0 です。いやー、いいですね、今、原口のディフェンスですね、ほとんど。はい、いい、香川のナイスドリブルがありました。うん、あ、ここだな、強いな。はい。悪くない。
悪くない。悪くないよ。はい、落とします。うん、なるほどね。ただね、形は完全に作れてますね。はい、これも超、はい、ほとんどいってんですね、今の。なんでこんな効いちゃってるのかっていうと、やっぱりメンバーが優秀だからでしょうね、きっと。前センターワード配置した時ね、あんだけ失敗したのにね、配置しなかった時ですね。はい、攻撃がボロボロになったんですが、今回は効いてますね。効いてるけど、ピンチはあると。はい。相手は、ブスケッツの、スペインのも起きるのかな。ブスケツが釣り出されれば完全に穴になるんで、わかりやすいですね。はい、原口のいいシュートが。うん。いや。やばい。守って。うん。はい、ラキティッチから、中央に行きます。原口。いやー、もう次。落ち過ぎか。はい、これね、ブスケツが出てるんで、カウンターを狙いたいが、終わっちゃうかな。はい、終わっちゃいました。というわけで、2-0 ですね。フォーメーションね、センターフォワード配置しなかった割には非常に機能しましてね、その点で言うと、トップ下のラキティッチとね、原口香がですね、非常に良、かったですね。やっぱりストライカー、原口香が優秀で、ラキティッチ、トップ下でいい働きしたんでね、それがフォーメーションの、不具合を乗り越えたんだと思いますね。実際に、後ろからボール受けた時に、ワンタッチで前向くプレー、原口香川非常に持ってましたね、はい。ドリブルもそこからできていたんで、香川もね、何回か、ラキティッチじゃない、ピケとセルヒオ・ラモスの間に突っ込んでドリブルしてね、シュート決まってたんで、はい、そこですね。いや、これもまた新しい発見ですね。ストライカー、センターフォワード配置しない場合でも、ストライカーにボールタッチのある選手と、まあ、ドリブルできる選手を置いて、どうすればいいんだ。トップ下に、じゃあそこそこ、パス動き出して優秀なラキティッチクラスの選手がいれば、機能するってことでしょうね、きっと。はい。あ、まあ、あとね、スペインがね、やっぱり守備がそこまでじゃ、なかったですね。フランスとかに比べるとですね、ブスケツも非常にプレス早いんですが、どちらかというとね、攻撃能力、非常にロングフィード、パスセンス、キープ、切り返し評価されてるタイプですからね、そこまで攻撃の潰し屋という感じではないから、機能したんじゃないでしょうか。まあこれフランス相手にやったら多分ボコボコだったろうな。というわけで、まあ長くなりましたが、今回はこれで、はい、終わります。